ウト、ツーアウト。7番バッター堂林、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、高めのボール、ライン際ですがここは打ち上げています。最後はレフトファールグラウンドで掴んで3アウトです。この回カープ三者凡退です。8回終わって5対4、1点リードはカープです。西さん、ついに9回を迎えましたね。本当ですね、もうとにかく最後までどうなるかわからないですね。本当にそうですよね。さあ最終回、1点リードでの登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。カープの守護神中崎、当然1点差を守りきらなければなりません。アウトコース、ストレートが決まっています。2球目決まっています。外れていきます。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。打席には5番バッター中田、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。中崎、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ守護神中崎がファイターズ打線の前に立ちはだかります。1点差、非常に競った場面での登場となります。今日は良さそうに見えますけどね。ええ、さあどんなピッチングを見せてくれるか。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。打順は5番ワン。ツーアウトランナーありません。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。三振になります。試合終了。カープが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあやっぱりチャンスをね、取りこぼさないでよく打ち返したと思いますね。本当にそうですよね。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方のファイターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。